何も考えてなかった。<laughs> やはろ皆さんこんにちはみやびんです。今日はですね、皆様にお知らせがあります。まず結論から言いますと、えっと、土曜日までにあ、土曜日まで動画更新止まるかもしれません。まあ、えっとね、まあ、理由はひもじんをね、ちょっと体調が。 あまりりににもよろしくななさすすぎててちょっっとやばい状態になっておりますまあいろいろねあのひもケーブルの、まあ、その開発とかだったりあとレースとかの関係で体力を奪われる日々をね過ごしておりましたのでもう身を削る思いでね動画にもいつもあの撮影挑んでくれていましたのでちょっとねここいらでもしかしたら。 体調がもっとするかもしれないっていうところもあるので、まあ一応皆様にその件をね、お伝えしたいなと思いまして動画にしました。なので、もし止まったら、あのー、そんな変になんか、う大事ねとかのコメントもあまりなくても平気です。あの、返すのひもじいなんでいつも。<laughs> なのでそこのね、ちょっと苦労もあの皆様、ちょっとこう前もって考えてくれたら嬉しいなっていうふうに思います。でもいつもコメントもありがとうございます。まあそんな感じで、 もしかしたらっていう動画です。はい。では、こんな感じで <laughs> 短くなっちゃうのもちょっとあれかな。どうしようかな。なんかあるかな。<laughs> まあ、私は元気です <laughs>。 はい。あの、よく食べてよく寝てます。まあ、その分ね、ひもじいが逆に、みやびが元気だからかもしんなくて、なんかちょっとそっちの方にね、ひもじいが今、院の方に引きずられすぎてて、ちょっと本当にね、かわいそうな状態だから、まあ、いつも、プロ根性で、日々、過ごしてる、生きてる人なので <laughs>、ちょっとはね、こう、気を抜く時間も、ガス抜きの時間もあったらいいのかなと思います。 そんな感じですね。まあ、その他の動画はね、皆様色々と楽しんでもらえたらなっていう風に思いますので、ぜひとも皆様引き続きよろしくお願いします。すごい、私今何も考えずに全部言ってるからね、これ。やばくない成長したわ。はい。まあ、みやびに成長したなと思いながら、えー、ほっこりして終わりたいと思います。では、ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。